では今回は、もう少し違ったデータをやってみたいかなと思います。もう個人情報出てますちゃってますけど、まあそこら辺はご愛嬌で、もうそんな余裕はないんですね、私にね。でまあちょっとやってみましょう。例えば一般こうやって入れて、一般的数データロードでロードします。で読み込みます。でまあこの機械頭良くて、まあ、タイトル入ってるやつはもう自動的に読み込んでくれるんですね。で例えば温度とサーマルコンダクターの熱伝導率出してみましょう。縦軸横軸がもうちょっと日数なんで気にしないです。本当これはうまくいかない、まあいやいや、まあちょっと変なのになっちゃった。ビドビドで申し訳ないんですけど、あここはもう本当はちゃんとしたのを書いてください。今ちょっと簡単に例にするために書いてます。で、やってきます。でまあ熱伝導率ってこんな変なデータ出てくるんですよね、実は。変なデータって言ったら簡単ですね。あの何回か測定するんですけど、こんだけばらつきます。でこういうのは嘘なので、実はこういうデータ除かなきゃいけないですね。でまあちょっと1個だけ例として覗いてみましょうか。100度いくつかのものですね。でこれどこにあるのかっていうのを分かりやすくするためにコントロール I を押します。ちょっとこの画面が出てくるので、ここにカーソルを持ってきます。そうすると6番目のものでっていうことですね。あと X と Y の値がどうなるかと言ってきます。6番目のやつです。あこれ確かにおかしいですね。でコントロール X でやるとなくなり削除できますので、しまった、うまくいかなかった、ごめんなさい。戻すときはコントロール Z です。戻します。2つありますね。6番7番2つ重なってますんで、コントロール Z で2つ両方ともなりました。でここももう1個怪しいですね。あまりにも変な値はもうこうやって覗いてください。でここもちょっと 変だなと思う場合は、ここら辺はいくつかデータをですね取っていって、どうかなというのを見ていかなきゃいけないんですね。慣れていかなきゃいけない。でこのように出てきます。でこのように出たデータどうやってつなぐかっていうのですけど、いくつか方法があります。つなぐかというか、滑らフィットというか回帰曲線を出すか。で、解析の回帰分析で、私の場合はポリ選択して、この右肩上がりの動きは3時、この U を描く下に凸を描くようなラインの場合には私は5時の多項式使います。でデータをここを、今選んでる Y データと X データテンパルチャーで選んで OK を押します。でこのようにできますので、このデータを使います。で、この式の結果は、ここに、書いてあって、もう非常に分かりづらいんですけども、3じゃなので、これ足すこれかける X これかける X の2乗というふうになります。でもうちょっと違ったデータで欲しいなって、ここに W コエフィシエントっていうのが書いてあります。これをクリックするとここと同じのが出ます。なのでこれを編集するようにしたりします。例えばですね、私の場合ですと、Excel のところにこんな風にして、ここにコエフィシエントのデータを入れれば、もう熱伝導率が出るようにしています。出るようというか、これ足すこれかける X プラスこれかける X の2乗というふうになっています。例えば、ここのところをコピーして、で Excel のところに貼り付けると、でこの K 足す足りないところはもうこれ削除すればいいんですけど、そしたらもう自動的に、何かける何かける何の値が出てくれて熱伝導率出るようになっています。まあ、こういうのを作ってあります。それでですね、じゃあちょっとこれで ZEM3 の出たデータをちょっとやってみましょう。でこういうふうにして、で新規テーブル でここの部分を Excel でデータを整理するようにして作ったら、あとはもうここのペーストし、ポキシンとペーストします。でタイトルが毎回めんどくさいですね。もうしょうがないですね。もうこれはしょうがないですね。
ここはもうめんどくさいですね。毎回これをやらなきゃいけないのかなと思ってしまうんですけど、実はそんなことはないですね。実はこれもちょっとした工夫を凝らすとですね、少しの動作だけで済みます。まずこれ1回目だけはちょっと苦労してもらってください。で、私はサンプルはもう番号で区分けしてますんで、こうやって、アンダーバーつけて最後のところにサンプル番号をつけてます。で、この順番にいくつか並べていくってことですね。で、例えばカッパー1と、で、こんな風にやってきます。もうちょっとめんどくさいので、めんどくさいって言っちゃうかなこうやってやってきます。ちょっとやってきましょうか、いくつかね。今回せっかくですからね。で、こうやっていくつか作っていくと、ゼム と、レーザーフラッシュのデータからはもういろんなデータが出ます。電気抵抗やゼベック、それに、レーザーフラッシュですから熱伝導率、そして、ウィーデマンフランツから導かれる、キャリア電子セーブの熱伝導度ですね。で、あとそこから、差し引いて得られる残りの部分なんですけども、フォノンのものが出たりとします。で、こんな風に作っておきます。作っておきますね。で、こんな風に作っておきます。で、こんな風に作っておけば、あとはもうテンパラちゃんケルビンで、カッパーをいっぱいいろんな状態で見たいんだという時に、見れるわけですね。ここはもう動画いかしまったな別の新しいので開けばいい方ですね。今失敗しましたね。グラフから削除で、こういう時はこうやって削除したりとかします。これも削除できてないです。もう一回新規グラフにしますかね。ごめんなさいね。Win の新規グラフですね。で、ちょっと失敗しましたけど、こうやってやれるわけですね。コントロールで、こうなってるわけですね。なんか変なのが出てますけど、うまくいってないですね。しょうがないですね。うまくいってるのか。何を言ってるんだ。こんな風にいろいろとやれるわけです。やれるわけです。こんなのやれるわけです。こんなのできるわけですね。で、大事なことですけども、これ何回もやるのめんどくさいような気がしますね。実はもっと簡単な方があるんですね。次、もう1個ちゃんと作ってしまったら、例えばですね、サンプルのもう適当なやつ入れます。サンプル番号入れて、で、まずここにカーソル合わせておいて、で、これ全体指定して、クリックします。2回クリックします。で、こういうふうにテーブル出ます。で、これを、コントロール A、そしてコントロール C、で、ウィンドウ新規テーブルで実行ボタンを押した後にテストします。そうすると、実はこれと同じものがここにできます。なので、例えば、別のところで作った、例えばですね、どうでもいいデータにしましょうか。こんなデータを見せてもどうでもいいんですけども。で、こういうところの Excel できたやつをここに貼り付けると。前のやつのところに貼り付けちゃダメですよ。前のやつはこっちに連動しますからね。で、これはこっちに連動しますから、ここにペタッと貼り付けると。でもちょっといらないので、見づらいので、取っておきましょう。こっちも取っておきましょう。そうすると、もうここの中身は変わってます。で、ノーテーションつけるときに、注釈追加でちょっと見ていきましょうか。判例っていうのを入れて、ここにポコンと入れておきます。で、追加すると同じ名前だとシャープがついて見づらいです。なので、私の場合はこの、前にも言いましたね、ここにサンプル、番号入れてるって言いましたね。なので、こうやってサンプル番号をこの後のところに入れてます。で、作ったサンプルの組成とかは Excel シートで、対応表を作ってますね、私の場合は。で、こうやって、ここの最後の部分だけ書き換えます。この作業はもうほとんどコピー&ペーストで進みますから、だいぶ楽になります。こうやってですね、もう簡単になるようにやっていくんですね。あと名前っていうのも実は、共通部分のやつを作っておけば、マクロを作ってしまえば、この1個、この部分どうするかっていうのだけを入力して、ボタンポチッと押すだけで全部ここが変わってくれるように作ることもできます。もうそれはもう、好みなんですけども、マクロ作った方が絶対早いですけどね。ただ、
同じバージョンじゃないと動かないこともあってですね、この Mac EWOL っていうのはどれでも使える場合じゃないことも多いです。なので、あ、ごめんなさい、これはいかんですね。でこれに追加するわけですね。でこうやってですね管理していけば非常に便利に、できるわけですね。例えばこうやって赤でやると、こうやってやれば、あ、でちょっとあれか、種類分けしておきましょうか。エレクトロンが四角にしてましたね。で、これがひし形にしてましたね。こうやって管理するというふうになります。でこうやって管理すれば、どういうふうになっているのかというのはすぐできますね。縦軸横軸も前説明したようにパネルマクロを作っておいて、熱伝導率というボタンをポチッと押せばここも全部変わってくれますし、範囲も全部やってくれますから、そのように作った方が便利です。であと、このところに注釈追加の部分でいろんな注釈つけられると思うんですけど、それもここの行ったコマンド全部出ます。なので、注釈も何も全部めんどくさければ、もうそれも注意かというようなパネルマクロで作っておいてボタンポチッと押せば全部やってくれます。なんで私はそれ作れなかったので今公開してるんですけどそういうのを作るということですね。あと縦軸はこれで横軸の表記なんですけども、多くの場合はヘルベティカか、フォントなんですけども、多くの場合はヘルベティカか、ヘルベティカちょっとここにはないですね。あのエリアルを選択してください。学会発表の時はですね。で論文の時は、タイムズニューローマンとかがよく使われます。タイムズリオン。なので、将来的に研究者を目指している人は、例えば論文を書きたいっていう人は、パネルマクロのところにエリアル表記のやつと、タイムズニューローマンとかのフォントを変えた時のやつを作っておいて、ボタン一つ全部切り替えられるようにしておくと。あとは白黒じゃないといけないということもありますので、カラーのセッティングを白黒に変えてくれるとかいうのも作っておくといいかもしれないですね。まあ、とりあえず、非常に便利な、パネルマクロでですね、早めに作っておいて、作業を効率化していらない作業をどんどん減らすというようなことをしていただければと思います。もうこれをね、私は学生の時には知っておきたかったんですけどね、誰も教えてくれなかったんですね。なので、これを見かけた運のいい学生さんは、ぜひとも自分でね、作りやすいイゴールのマクロやなんか作ってもらって、こんな簡単にできますから、どんどん効率化してください。それで、このイゴールマクロ学生の時は、海外の時は、確か1万円ぐらいで買えるんですね。日本だと2万円ぐらいなので、海外の英語版でもほぼ一緒のやり方ですから、1万円ぐらいで、まあ、先生に頼んでお金をバイトさせてもらって、イゴールマークを買うとかいうことをしてください。そうした方がもうね、他のプロトソフトで、何時間という時間をかけて、半日以上かけてオフセットかけたりとかね、この図を作ったりとかするのもバカらしいですからね。その作業をなくして短時間でやった方が時給としても便利ですから、そういうふうにしてください。